原田宇一郎10月16日から1973年2月3日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。滋賀県出身。原田宇之助の長男として生まれる。ゼゼ中学校卒業後、1913年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍歩兵少尉に任官し歩兵第66連隊付となる。1919年11月から翌年10月まで、シベリア出兵に出征。1925年11月、陸軍大学校を優等で卒業し歩兵第15連隊中隊長に就任した。1926年12月、陸軍省軍務局付勤務となり、軍務局会員を経て、1928年8月、歩兵少佐に昇進し歩兵第61連隊付となる。1929年12月、イギリス駐在となり、歩兵第45連隊付を経て、1932年8月、歩兵中佐に進級。1933年3月、陸大教官に発令された。1935年8月、陛下を航空陛下に転じ航空兵中佐となり、同年12月、浜松陸軍飛行学校研究部主事に就任。1936年8月、航空兵大佐に昇進した。1937年9月、第4飛行団司令部員となり、飛行第12連隊長、飛行第12戦隊長を歴任し、1939年8月、陸軍少将に進級し、陸軍航空士官学校幹事に就任した。1940年12月、白木湖陸軍飛行学校付となり、同校共同飛行団長、同校長を経て1942年3月、独立、第20飛行団長に移り、同年8月、陸軍中将に進んだ。1943年1月、第1飛行師団長に親補され、第2航空軍司令官として、満州新京で終戦を迎えた。その後、シベリア抑留となり、1956年12月に帰国した。ありがとうございます。